金沢市内の小学校では地元の特産品金箔について考える特別授業が行われました。金沢大学附属小学校で行われた特別授業には3年生と4年生の13人が参加しました。金沢市の金箔メーカー白座が協力して金沢市の特産品金箔について学ぶ体験授業をしています。今日体験したのはキラキラに輝く金箔弁当。児童が持ってきた弁当に自分で食用金箔を乗せていきます。キラキラした色がなんか乗って大学院のでちょっと思えない。美味しそうな弁当いただきます。いただきます。なんかいつもよりなんか味が濃くなった気がする。なんとなく国内で生産される金箔は現在ほぼすべて金沢市で生産されています。観光客向けには活用されていますが、安定した産業として継続していくためには、地元の人たちの生活にどうやって溶け込めるかが課題になっています。ぜひ地元の方にこそ魅力を知っていただきたいと思ってますし、そういったことをどうやったらもっとこの地元の方々に伝えられるか、どう楽しんでいけるかといったことを子どもたちと一緒に取り組んでいきたいと思っております。